では、プレゼントといいますので、前村知事の会見をプレゼントします。本日は、新型コロナウイルス感染者が、増加していることを踏まえた、市の対応について、市長より説明を申し上げます。それではお願いします。はい、皆さんおはようございます。お忙しいところお越しいただきまして誠にありがとうございます。それでは説明をさせていただきます。まずお手元の市長メッセージをご覧いただきたいと思います。先日の水曜日にメッセージを公開させていただいたところでありますが、それ以降も感染者の増加が増加の一途をたどっておりまして、改めて市民の皆様へのメッセージをまとめさせていただきました。読み上げさせていただきます。市長メッセージ。現在本市においては新型コロナウイルス感染拡大が顕著となり、今月は4月29日までに77名、直近では1日に10名以上の陽性者が確認される日が続くなど、これまでにない極めて危機的な状況であります。医療機関の逼迫も懸念されております。そのためさらなる感染拡大を何としても抑えていく必要がありますので、これまで以上に強い危機感と緊張感を持って感染対策を徹底していかなければなりません。市民の皆さんへのお願いです。市民の皆さんにおかれましては、大型連休中においても引き続き手洗いやマスクの着用など基本的な感染対策を徹底していただきたい。感染拡大地域との不要不急の往来や感染対策が徹底されていない撤退を伴う飲食店等の利用、大人数での飲食を伴う懇親会や会合は控えていただくことなど、感染拡大防止のために慎重に行動されますようどうぞよろしくお願いいたします。またこうした厳しい状況の中で改めて落ち着いて冷静な判断や行動をしていただくようにお願いいたします。特に陽性者やその家族、医療従事者、その他の関係者への差別的な対応は決して許されるものではありません。個人を特定する行為や偏見や誹謗中傷など心ない言動は絶対にしないでください。時短要請についてであります。市といたしましてはさらなる感染拡大を防止するため早急に県と協議を行い、飲食店等への時短要請を行ってまいりますので、関係者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。最後に、引き続き市民の皆様の安全安心な暮らしを守るために全力で取り組んでまいりますので、市民の皆様には大切な人を守るため、自分を守るため、そして多くの人を守るために感染拡大防止に向けてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。メッセージは以上であります。若干補足をさせていただきます。本日県知事の対策本部会議における発言を踏まえ、本市としても現在の危機的な状況を乗り越えるため県と協議しながら感染拡大防止に向けた対策を実施してまいります。具体的には市内の飲食店、カラオケ店を対象に 早ければこの大型連休中の5月3日から2週間、5月16日までの時間短縮を時短要請を行うとするものであります。関係者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。次に、会津保健所への市職員派遣支援についてご報告をいたします。本市において新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、医療機関を含め日常生活に支障を及ぼすことも危惧されているところであります。感染者の検査や相談を担っている会津保健所へ市職員を派遣して、市民の皆様の新型コロナウイルス感染に対する不安の解消、健康管理などの相談業務について会津保健所と連携して支援に努めるよう検討しているところであります。なお派遣につきましては、できる限り早い時期でこの連休中にも派遣できるよう現在協議をさせていただいているところであります。次に、市職員の新型コロナウイルス感染症の感染についてご報告をいたします。本日市教育委員会に勤務する職員が PCR 検査の結果陽性であったことが確認されました。当該職員は4月28日水曜、市
宅後に微熱、咳の症状がありました。翌29日木曜日に発熱と咳の症状が認められたため医療機関を受診し検査を受けたと報告を受けております。なお詳細についてはお配りした資料の通りであります。説明は以上です。説明が終わりましたので、皆様からご質問をお受けしたいと思います。もしも説明を受けましたら、会社の名前を名乗っていただきまして、質問をお願いしたいと思います。それでは、よろしくお願いします。PCR 検査をやっぱり求められる方が多数いらっしゃる現実からその強化もお願いしたいところなんですが、かなりいっぱいやっていただいてますので、まあ、さらにお願いしたいところでありますけれども、まあ、必要な方へ の検査の対応は、まあ、改めてお願いしてまいりたいと思います。保健所は人数、または期間等は分かっていますか？はい、担当からお答えをさせていただきます。はい、健康福祉部でございます。人数についてはただいま、保健所の方と協議をさせていただいております。時期につきましてはこの連休中にでも、まあ、なるべく早い時期にということで今調整をしているところでございます。あ、はい、どうぞ。はい、時短要請で、はい、保証の部分はどういうことになるんでしょうか？保証の部分もですね、費用負担が伴うところなので、県さんと協議中でございます。金額等については、これも改めて、その開始するまでにですね、公表させていただけるものと思います。公表させていただきます。前回は4万円でしたよね、前回の前件の時でしたかね、確か 4万円の時もあったと記憶しております。はい、それが基準だとか、お金ですか？その辺はですね、全国的には事業者の規模とかも想定していろいろ変わってきてますので、その内部の金額については協議中ということでご了承いただきたいと思います。財源の懸念財源ということになるんですか？はい、ただ市の負担も若干ですが求められるかもしれません。なおかつそれも協議させていただいてます。まあ、県の対策本部が4時から開かれて、その中で、まあ、相手に対することも触れていただきましたので、我々としては今日陽性者出ている数がですね、まあ、明日発表する数でありますが減ることを願っていたのですが、どうも減るよりはですね、会津地域全体としてはさらに増えていくような状況でありますので、まあ、一刻も早くという部分で今日の記者会見を設定させていただきました。まあ、県民ということになりますけれども、一つの自治体限定の時短要請というのは県内で初めてになりますかね？いや、郡山と福島と茨城もやられたのではないかと記憶してますね。はい、福島市だけですか？福島市だけ、はい、あ、そうです。はい、NHK の牛です。はい、よろしくお願いします。今福島市の話も出ましたけれども、はい、年末年始に福島市の方では小畑市長が県庁を訪れて直接要望書を渡されたというような下りがあったと思うんですけれども、はいはい、それと同様の形で県にこう要望書をこう渡したりされる、はい、いや、これだけ急いで急に決めさせていた
ただきましたので、県への要請の手続きについては、まずはその電話でのやり取りをしながら、この記者会見もそのお願いの一つだというふうに私どもは思っておりますので、県にはぜひともあの認めていただきたい、ぜひ時短を要請していただきたい、我々強く願っています。そうすると、この記者会見を、はい、相沢町として、はい、福島県の内堀知事に対して、はい、要請を行ったという、はい、私たちの認識でよろしくお願いします。それで、結構です、はい、そうすると要請の内容としましては、はい、今市長の方から発表がありました、はい、午後8時までの、はい、早ければ5月の3日から2週間の、はい、飲食店や空き店での時短の要請というのが大きな項目としてあると思うんですが、はい、福島市の場合は、そこの中に協力金という形で、具体的な数字は示してはありませんが、はい、必ず協力金、応じたお店に対しては、協力金を、はい、支払うように県に要請するというくだりの文言が入っていたんですが、はい、まあ、この数字はどういうような形で、はい、その内容も要請しております。同じように支援金を支払うということが、要望の中に入っているという、はい、名称はちょっと私も記憶がないんですが、県にもですね、財政的な、の方をお願いしていきたいということで協議させていただいています。私たちの理解としては同じように言い方はあれですけども、協力金なんか支援金なんかあれですけど、はい、福島県が責任を持って財政支援を、はい、協力したお店に対してするようにという要望も要望も含まれているということです。ただ若干協議の中で市の負担も発生するということも想定してくださいとは言われています。まあそのいとまがないので、この内容で何とも今日はご理解いただきたいと思います。わかりました。はい、と分けて、その2点が要望の内容になるんでしょうか。そうです。はい。はい、水曜日はもう緊急事態に相当するというふうに申し上げていましたけれども、まあ、一向に減る兆しがありませんし、会津地域全体でのですね、減少も全く見られない、そんな状況になりそうなので、この連休の前に、記者会見をさせていただいたということはご了承いただきたいと思います。もう一点だけ長くなってしまいました。はい、今回こう飲食店の方、カラオケ店の方を対象に時短要請になると、はい、関係者の方たちは、はい、どうしてなんだろうと、また厳しくさらに厳しくなるという、まあ、ご不満もあるんじゃないかというふうに思います。これをなんていうんですか、ね、どういうエビデンスに基づいてこういった時短営業をされているのかというのをやはり明確に説明された方が多分理解もやりやすいと思うので、はい、市長の時間もう一度改めてどうしてこういうような対応を取らなければならない事態になっているのかというのを、はい、お伺いできればというふうに思います。まあ、私の言っている程度報告を受けているものですと、やはり撤退を伴う、飲食関係のところからの、 その要請は者が出ている傾向が顕著に見られるということを報告を受けてますので、その内容については福島県の方でも把握されていますので、そういうことでご了解いただいて、協議が進んでいるということだと思います。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。毎日分の内容です。はい、夜の時点で、緊急事態に相当するという認識を市長に伝えていたということですけれども、今回の要望というのは、時短要請というのは、はい、3日からという話ですけど、はいはい、時間的な問題もあるんでしょうけど、こう明日からとか、はい、2日からとかっていうのはできなかったんでしょうかという質問が。はい、それは要請をしていく協議の中で、本部会議の県の本部会議の開催であったり、周知期間を設けたいということを、伺っておる中で、やっぱり3日というのは最短というふうに今のところでは理解しておりますし、あくまでも県の決定でございますので、そこに、我々はなるべく早くやってほしいという要請をしていくということで、3日ということで理解です。とはいってもですね、明日、明後日、はい、市民というか、飲食店に今のうちに行きたいというわけではもちろんなくて、全然ありません。逆にこの時期にですね、会津若松市がこの会見をしているその意味をですね、ぜひ理
解していただいて、それぞれが自分の身を守る行動をですね、すぐにでも始めていくことが感染拡大を止める大きな力になると思いますので、ぜひ市民の皆さん、そして相手地域の皆さんにはこの思いをですね、共有していただきたいと思います。協議の中で決定されていくものと思いますが、時間、時短は中心になろうかと思います。8時までアルコールの提供は可能性もあるというふうに理解しています。市教育課とはどなたかの濃厚接触者ということなんですか。はい、それについては、はい。教育長はよろしくお願いします。濃厚接触者等の調査については現在、保健所の方で、その方が濃厚接触者という位置づけではないですか。それについても保健所の方で検討していただきます。福島民法の方です。今後、市教育の職員の質問に関連してなんですけれども、この方の市民との接触がどのぐらいあったのかとか、あとは、県の職員が自宅待機としておりますとあるんですけれども、職務への影響なんかもあれば、教えていただきたいと思います。この資料にある26、27、28のこの期間で言えば、当該職員について、まとめての対応は数件あったとのことでございます。また、当該職員に関わらず、マスクを着用しても仕事をしておりますし、また、職員会の方がビニール等で飛沫感染を起こすような、どうぞ工夫して対応しているところでございます。あと2つ目の、当該職員のセキュリティの職員等については、自宅待機というような形で本日取らせていただいたんですけれども、今日1日、他の職員に、本日、お願いの形で対応しているところでございます。